カリス・コールマン・デバートは、アメリカ合衆国、オハイオ州コロンバス出身のプロバスケットボール選手。NBA のインディアナ・ペイサーズに所属している。高校時代は、オハイオ州の最優秀選手になり、ミシガン大学入学後は、ティム・ハーダウェイとレイバークニックスタウスかすら実力者が、ひしめく中で2年時に、スターターに定着し、 平均12.9得点4.3リバウンド2.9アシストを記録しオールビッグ10セカンドチームに選ばれた。2年時の2014年5月に疲労骨折により負傷していた左足を手術をした。3年時は開幕から順調に成績を伸ばしていったが2015年1月に再び左足を手術し、同年のドラフトのエントリーを回避することを表明した。 4年時は怪我の影響もあり出場試合数は増えない中、2016年3月に3度左足を手術し、残りのシーズンを全休した。2016年の NBA ドラフトでインディアナペイサーズに1巡目20位で指名され、7月7日にサデウス・ヤングと将来の2巡目指名権と自身を含んだトレードでブルックリン・ネッツへ移動し、7月14日正式に契約を結んだ。 ルーキーシーズンは痛めていた左足のリハビリに、専念し、12月7日、デンバーナゲッツ戦でデビューした。4月6日のオーランドマジック戦で、キャリアハイの20得点をマークした。少ない出場時間ながら、NBA オールルーキーチーム投票では12位となった。2021年1月13日にネッツとヒューストンロケッツ、インディアナペーサーズ。 クリーブランド・キャバリアーズの4チームが絡む大型トレードでかつてドラフトで指名されたペーサーズに移籍した。ありがとうございます。